今年も SS 講習が開催決定しました。詳細は LINE アットに登録よろしくお願いします。10月から2年生の新カリキュラムも始動します。ホームページからお問い合わせお願いします。そういうものを読んでいく、日記とかを読んでいくときに先のことを予想できるわけがないよね、うん、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それで始めていきましょう。マナビズムの中桐です。マナビズムの江戸です。こんにちは。はい、じゃあ質問です、はい、古文の成績上昇のタイミングについて教えてください、はい、自分は現代文、英語、日本史の成績上昇のコツはつかめたと自負しているのですが、すげえね、古文だけはいまいちです、音読もいいとは聞きますが、どう音読したらいいのか、なぜ音読するのか分かりませんという質問ですね。はい、今の時期で自分の中で現代文、英語、日本史がいけてるというのはなかなかいい兆しじゃないですか、ね、いやいい兆しですね、はい、すごいですね。でも古文か、はい、いやあのさ、これ撮ってるのが8月の末なんですけど、この前ね、はい、まあ、同志社志望の女の子がいて、でその子に記述を見てくださいと、はいはいはい、古文ので、同志社の過去問をやってて説明問題じゃないですか、はい、でそれを持ってきて、でやったらこれいけてるやんみたいな、はいはいはい、ほんで選択肢バーって見たら満点やって、おすげえなーってなって、8月の段階でどうしても過去も満点って、まあ、うちの子でもまあなかなかないレベルなんで、はい、おすごいなーってやってんなーっていう話をしたんですけどね、はい、今の段階で、まあ、うちの受験生全員がまあそこまで行ってるわけはもちろんなくて、はい、ほとんどまだ全然読めないですよ、はい、言ったら文章を読んで、まあ、これ何回もね受験とかで言ってますけど、はい、読んだけど結局全訳読んでみたら全然自分が思ってたのちゃうみたいなあるあるのこと、これあるじゃないですか。でそれで今の段階ではまあそういうところで四苦八苦してると思うんですけど、うん、上昇のタイミングについては俺が思うのはやっぱり英語と古文の読み方全然ちゃうっていうのに気づく時、間違いないですね、それは間違いないですね。わかります、わかります、わかります。英語ってやっぱこの主張が取れたりとか、その段落で言いたいことが取れたら、具体的なところが分からなかったとしても結局この段落こういうこと言ってるんだっていうのがやっぱ分かるんですよね、はい、論理的に読めれば読み飛ばすことができる。ただ古文に関してはこれも何回も言ってる気するな何回も言ってる気するけど、評論文じゃないから過論ぐらいなんで、ね、はい、評論文のカテゴリーになるのは過論ぐらいなんで、物語とか随筆とかそういうものを読んでいく、日記とかを読んでいくときに先のことを予想できるわけがないよね、うん、で英語はこの感じでさーっと読んでいってたらよかった、だから古文もその感じで読めるようになるんやろっていうことは絶対なくて、先生らでもちゃんと尊敬語、謙譲語、丁寧語にはチェックをつけ、助詞の丁寧つつにはチェックをつけ、ドバウニガにはチェックをつけっていうことを意識して、あ、ここが何番で、ここの客体は何でっていうのを一個一個パズルのように明かしていきながら先に読み進めていくんですよ。だから全部に、全部に英文解釈してるみたいな、ね、はい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 、感じで読んでいくんですよ。ほんでその感覚が英語の時と古文を読む時ってもう全然違うから、うん、それがちゃんと分かった状態になれば古文読めていくようになる兆しが出てくるぐらいですね、はい、だよ、まだまだまだあんねんけど、はい、それが分かれば2行しか読まれへんかったのが4行読めるようになって、4行が6行になってっていうふうにどんどん読める幅が増えていって、結局最終的に全部読めるようになっていくっていうような流れなんですね、はい、うん、だからそういうところを、話長いな一番最初はその英語の読み方と古文の読み方、これが違うっていうことを気づくところですね、この秋の、そうです、秋口の段階ってね、はい、で音読もいいって聞くんですがっていう話やねんけど、はいはい、俺これなどうやろうな、古文の音読してるぐらいだったら英語の音読してっていうふうに思うから、まあ間違いないですあれやねんけど、確かに音読は聞くよ、うん、無駄ではない。例えばさ、私がおっしゃるみたいな、はいはい、絶対ありへんやん私がおっしゃるって、これ日本人やったらさ、なんとなく私がおっしゃるって言わへんな、うんうん、私がお聞きするやったら言うけど、はいはい、私がおっしゃるはこれ言わへんなっていうのは、はい、なんとなく今まで18年ぐらい生きてたら分かる。でそういうのを読んでいくときに、ここに尊敬語があるから主語こいつに決まってんなっていうのが音読していったら確かに分かるようになっていく場合があるけど、いやあとさ 4,5 ヶ月の世界でさ音読するよりもっと効率いい勉強の仕方は絶対にあるし、うん、まだやること他に絶対あるはずやから、だから俺は推奨せえへんから、もう熟成にも確かに意味はあるけど、うん、まあ、進めたことは全くない時間帯効果があんまりっていう感じですね。あ、そうです、そうです、はい、
です。時間帯効果あんまりですね。だからそういうところでやっぱりこれだけじゃないですけどね、はい、かけた時間に対して点数が返ってくる勉強をねしっかりと心がけて後半戦も頑張っていってもらいたいと思います。はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄からお願いします。ありがとうございました。しゃ、動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。